Tensie.今日はすごいいいようになりました。皆さんありがとうございました。イエイ。おととい出演者を探してなんか大変もう100人ぐらい声かけたと思うんですけど、だから誇張してますけどね、20組ぐらい声かけましたけどね。何しろテリーさんとかおとといね、対バンだった人になんかね、いませんかとか言ってよかった来ていただいてね、最初よかったですごいね、本当にいいものをおかげで見せていただきまして、でまた最初のマッハさんね、マッハケンジさんなんかね、友達の友達なんですよ。でなんか友達に出ないかとか言ったら、なんか私は出れないけどこの人なんかそのフッスあたりに住んでる人だからちょっと聞いてみてとか言って、一回も聞いたことなくて、でもなんか新橋じじに出てるんですけど、そのダディ竹千さんがなんか手が不自由になったとか書いたら、人がそのマッハさんもやっぱりあかわいそうにとか書いてあって、あこっちで繋がってんだなと思って、で今日聞いてみたらすごいびっくらこいてね、なんかすごいなんか良かったんで、今日はね、でサッチンさんもなんかね、高校の時にね出てたとかね、弟さん妹さんなんてなんかジーンとしましたね。私もジーンとしてもジーンときたジーンときたね、ジーンないですけどね。でこの山下くんも今こんな頭してますけどね、昔は坊主頭でね、この伸びちゃいましたけど、坊主頭これ出てたんだよね、ここにね。出ましたね。ね、高校生だっけ、25歳、25歳ね、その青春ですよ皆さん。そうだ、私なんかすごいですよ、私39年前にここに出たってね、すごい、その時なんかね、舞台がすごいって高くて、この山だったんですよ。うわー、高えーと思ったんですね。ちょっとそれも大げさなんですけど、なんかテリーさんの影響で大げさに10倍ぐらいに癖がついちゃって。いいですか、はい、じゃあ今日も異役の曲をやりましょう。ウィルソンティケットのIn the Midnight Tower を意訳でやります。 One, two, three, four。 これは祈る真夜中にお前の帰りを待っている。Yeah.
次はもうオリジナルでですね、君は小鳥って曲です。 1, 2, 1, 2, 3さんって言って僕10年ぶりぐらいなんですけど、武蔵野原っぱ祭りってのはあの都立武蔵野公園だってね、彼はなんとその武蔵野原っぱ祭りを作った人なんですね。すごいですね、創業者というわけですね。でもあの去年ね辞めちゃったんですね。だから彼と仲良くしても武蔵野原っぱ祭りには出れないんです。でも人間の関係はそんなもんじゃないです。真心の関係ですからね、関係ないです。そんなね、私はあの死ぬまで友達ですからね。それでそのいろいろ話したんですけど、歯磨き粉に毒が入ってるとか、水にフッ素が入ってるとかね、あの悪いやつらが私たちの寿命を縮めようと思ってですね、日本人を少なくしようと思っていろいろ企んでんです。さっき自由になりたいって言ってましたけどね、僕らが自由になれないようにね、悪いやつらがね僕たちを支配してるんですけど、スーパーヒーローがそんな僕たちを助けてくれないかなって思った曲です。アストロイドマックス、ストロイ。
お味方さ。あっそらあきこれは曲です。トラベリングソング。Oh!
ほしい。僕が遠くに行かないようにね。Don't see you.
ついたんですけど、あ、あの時のエリコママがいる、若くてピチピチしてるって思いました。エリコママこそまさにフッサのナンバーワンレディーです。皆さん、せーの、ママに捧げましょう。ナンバーワンレディー、we'll be right back.
かよフィーチャリングしまして、イージーライダシャイニングスターという曲で、あのお空に輝いている金星ですね。あのビーナスというね、女神様がいるんですね。あの星はみんなあの女神様、星は何でも知っている、昨日なんとか見た夢もというようにね、女神様はあの何でもお見通しなんです、皆さん。だからあんたあのやましいことを考えてますね。女神様降りてきたらいつ頃ですよ。本番から悔い改めないと。お前の見た夢はこのピンク色の夢か。いや、私の見た夢はこのゴールドの夢です。本当かとか、ね、そういうわけで、その悪いやつらがこの何千年もですね、この地球を支配してですね、我々に水道にフッ素を入れたりね、いっぱいローンを作ってですね、もう一生老地獄にねなって、ローン地獄になったまま老人になったりして、もう我々はその奴隷であると、実はですね、その奴隷にならないように戦争したんですが、日本は負けてしまって、本当に大変なことでね、どんどん小泉竹中改革なんかですね、正社員がどんどんいなくなってですね、本当にひどいことになって、もう生命保険じゃないよ、なんだっけね、健康保険とかね、年金とかみんなの骸骨に持ってかれたんですね、その
あの秘密結社のやつらにですね、毎年なんか200兆円とかなんかやってるらしいんですね。ひどいですねこれ、皆さん、うるさいですね。でもあの世の中にはその女神様がいますからですね、あの輝く金星の女神様が私たちを助けてくれようとしてるんであります。皆さん、よかったね。そのシャイニングスターに助けを願いましょう。シャイニングスですね、あいつは俺のことを裏切るんじゃねえかとかね、仲間になったら俺を出し抜くんじゃねえかとかって、そういうのみんなの悪い心をですね、我々にそのいろいろ宇宙から電波を送ったりとかですね、僕狂ってないですよ。あのケムトレイルってあの米軍の飛行機がね、あの煙を吐いてるじゃないですか、あれ全部毒なんですね、我々の精神をマインドコントロールするためのね、恐ろしいですね皆さん。でも大丈夫です、みんなで力を合わせれば、集合無意識ってんでこの世界はね、できてるんです。だから一人だと、あの野郎俺を恨んでんじゃないかとかね思っちゃうけど、みんなで言ったら、俺たちはみんな友達だ、みんなでピースフルの世界を作ろうぜっていうことになるんだよ、みんな。そう思ったら、はいはいはいと答えてください。はいはいはい、はいはいはい、はいはいはい、
支配は終わるんですね。いい、そこにあるのかっこいいだろ。かっこいい。だからみんなで力を合わせてこの地球を自由にしようじゃないかね。今日自由同盟ね作ってね、その栄光の世界にみんなで一緒にライドオンっていう曲だよ。ライドオン、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 栄光、栄光、栄光、栄光。
1月2月インターネットを見せたらどんどん最初は縄文とかシュメールとかなんか調べてたらなんかだんだん縄文はシュメールだったとかですね縄文シュメールあのくさび型文字が同じだったとかですね日本が世界で最初に生まれてですねあの UFO でなんかあのあっちの方まで中近東まで行ったとかなんか、ね、怖いというかそれですね私あのもう年だからもうすぐ死ぬんだろうなとかね思ってたんですけどねなんかその栄光の世界ではもう1000年ぐらい生きられるらしいんですよ。生きて。受けてる？知ってる知ってる。知らない。私はもう手がもげても手も生えてくるしね、歯も生えてくるしね。でもうすでにですね、あのナチスとかがですね、もう戦前にもうあの火星とか月とか行って基地があってですね、もう90万円で月旅行ができるらしいんですよ。僕は狂ってないよ。だからなんか僕たちこれからね、あの今あの俺たちを自由にしないようにね、こんなロックがあの盛んになってないけど、あいつらはその俺たちが自由になると困るから、バラバラにするためにこうね、ロックの、なんか今日はだるいからロック聴くことやめようとかね、よく言ってるんですよ、あいつらは。言ってるんですね。だから俺たちはもう火星とかね、あの
好きでね、ライブができるんですよ。いいでしょ。やってやって。じゃあ火星の女神様の歌です。火星のプリンセス。ワン、アチュー、ワン、ツー、スリー。街の外れのアトミックパーク、そこで出会ったプリンセス。俺の心はそういう寸前、たくましいベルトの宇宙遊泳していい。